ネズミ目は、脊椎動物アーモン哺乳校の目の一つ。ゲッシメ、目、ッシ類とも言う。リス、ネズミ、ヤマアラシなどが含まれる。現在の哺乳類で最も繁栄しているグループであり、現生哺乳類全種の約半数にあたる2000から3000種を占める。生息域は、南極大陸を除く全大陸、およびほとんどすべての島。 様々な環境に適応した多様な種が存在する。ネズミ目の動物は、物をかじるのに適した歯と顎を持ち、上下顎、化学の両方に伸び続ける二つの紋種と、剣歯を持たないことが特徴である。この紋種は物をかじることで次第に削れてゆき、長さを保っている。看護名月締め、ゲシメ及び学名、ロデンチアは、ラテン語で、かじるという意味のロデルから来ている。 葉はわを削ったり、喧嘩類の皮をかじったり、身を守ったり、するために使われる。ネズミ目の動物の多くは、種子などの植物質を食料とするが、魚や昆虫を主食とする種も、わずかに存在している。なお他の哺乳類とは異なり、ネズミ目ではオート反射が見られない。南極大陸とニュージーランドを除く、世界各地に分布している。オーストラリアを除く、各地域では、 種類数、個体数ともに多く、外形、修正変化も富んでおり、約2400種が知られている。ネズミ山という言葉があるほど、非常に繁殖力が強い。外種で小さいものが多く、中でもアフリカンドアーフマウスは、体長6センチメートル、体重7グラム程度しかない。一方、大きいものでは、現生主最大のカピバラハイドラコリスハイドラキリーズが45キログラム。 程度である。化石種としては、1999年に南米ベネズエラで全身化石が発見された第3期後期のフォベロミス、パッテルソニ・フォーバラミス・パターソニーが最大で体高1.3メートル、体重700キログラム程度あったと考えられている。ネズミ目は伝染病の生物学的な媒介者となることがある。ペストの例は、 公衆衛生が発達した2000年代においても、世界的に年間数千人規模の患者が発生し、時にはアウトブレイクも発生するなど、病気の撲滅が達成されていないが、これは野生のネズミ目が感染している広大な地域では、対策が難しいためである。ネズミ目は、系統的には山シア目、ヒストリクアモーファ、ネズミモ目、マイモーファ、リスア目、サイリーモアファの3ア目に分かれる。 ただし、古い分類では、同じ三目に分けていても内容が微妙に異なることがある。ネズミア目の三下目をそれぞれア目に引き上げ五ア目とする分類もあるが、本質的には同じである。ガッコ骨の形態から、リスアモクア目、シュログネシーとヤマアラシアゴア目ヒストリカグネシーに分ける分類もあるが、リスアモクア目は、ネズミア目、リスア目、 山嵐暗黙の一部にわたって分布する側系統と思われる。山嵐下目の二つの小目をそれぞれ下目とすることもある。三つの下目をそれぞれ暗黙とすることもある。日本リス形態などからネズミの名を持たされた別名の種がいくつかある。ありがとうございます。